リース・ウィザースプーンはアメリカ合衆国の女優、映画プロデューサー。リース・ウィザースプーンと表記されることもあるが、リースが最も近い発音。アメリカ独立宣言署名者、ジョン・ウィザースプーンの子孫である。1991年、マニン,ン・ザ・ムーン、憧れの人の主演で子役としてデビューした。1996年、連鎖犯罪、逃げられない女に出演し、 1998年、カラーオブハートに主演した。2000年、ハイスクール白書優とセギャルに気をつけろ。で、ゴールデングローブ賞主演女優賞、ミュージカルコメディ部門にノミネートされた。2001年のキューティブロンドで知名度が上がり、2002年、ロマンチックコメディ、メラニー・ワイク。主演で商業的に成功した。2005年、ウォーク・ザ・ライン、君に続く道で、 ジューン・カーター・キャッシュ役を演じて、アカデミー主演女優賞、ゴールデングローブ賞主演女優賞ドラマ部門、英国映画テレビ芸術アカデミー賞、全米映画俳優組合賞主演女優賞、放送映画批評家協会賞女優賞を受賞して、世界的な注目を集めた。他に2003年、キューティブロンド、ハッピーマックス、2009年、モンスター VS エイリアン、2011年、 恋人たちのパレードなどに出演した。2014年、スリラー、ゴーンガールのプロデュースを行い、私に会うまでの1600キロで、シェリル・ストレード役を演じて批評家の賞賛を得て、アカデミー主演女優賞に再度ノミネートされた。1999年、俳優のライアン・フィリップと結婚したが、2006年に別居して2007年に離婚した。2011年、 タレントエージェントのジムトスと再婚した。ウィザースプーンはプロダクション会社のパシフィックスタンダードを所有している。女性や子供の支援組織にも積極的に関わっている。児童支援基金の役員であり、2007年にエイボンのグローバルアンバサダーに任命され、エイボン基金の名誉会長を務めている。2010年12月1日、ハリウッドウォークオブフェームに星を受けた。 1976年3月22日、ルイジアナ州ニューオリンズにて、テューレーン大学の医学生であった父親、ジョン・ドレーパー・ウィザースプーンと理学し、看護学習し、教育学博士号を持つ母親、メアリー・エリザベスの間に出生名、ローラ・ジン・リース・ウィザースプーンとして生まれた。ミドルネームのリースは、オランダ系の母親の旧姓である。父は、ジョージア州生まれで、 陸軍予備軍中佐、そして2012年まで自備陰講課の開業医であった。母親はテネシー州ハリマン出身で理学士、看護学修士、教育学博士号を取得しており、バンダービルト大学で小児科及び精神科の看護学教授として働いていた。1988年から定年までバンダービルト大学病院の新生児、 特定集中治療室で乳児の看護職についていた。ウィザースプーンはアメリカ独立宣言書にサインをしたスコットランド生まれのジョン・ウィザースプーンの子孫であるとされるが独立宣言子孫の経図学者からは立証されていない。両親は1996年に別居しているが現在も婚姻中である。幼少の頃に4年間父親が アメリカ軍として勤務していたドイツビースバーデンで過ごし、帰国後テネシー州ナッシュビルに移住して、子供時代を過ごした。米国成功会を信仰して育った。アニジョン・ジュニアは不動産会社に勤務している。ウィザースプームは学校で成績が良く、読書が好きで自分を読書バカと呼んでいた。本好きに関して書店に行くとクレイジーになる。すべて欲しくなって同期がすると語った。 ナッシュビルにて中学校は、ハーリングアカデミーに通学し、女子校のハーアッパスホールスクールではチアリーダーに所属していた。その後、スタンフォード大学英文学部に進学した。一年通学した後、女優業の本格化のため退学した。喫水の南部育ちであることに誇りを持っている。人の感情に誠実に、礼儀正しく、責任感を持ち、 身の丈以上の生活をしないと南部の伝統や家計の教えを与えられてきたと語った。ウィザースプーンは優等生で両親からタイプ A 少女とあだ名が付けられていた。インタビュー誌の記事によるとそれが特別なこととは思っていなかった。それが普通で地に足のついた方法だと思っていたのだと思う。私は女性が様々なことを成し遂げる環境で育ってきた。 もし成し遂げられないことがあれば、それは社会が阻害していたからと語った。7歳の頃、花屋のテレビコマーシャルのモデルに選ばれ、以降演技の勉強をするようになった。11歳の時、テネシー州タレントフェアで優勝した。子供の頃からコマーシャルなどに出演していた。1991年に、マニン・ザ・ムーン、憧れの人の早くオーディションに参加したが、 近所の17歳の少年に初恋をする14歳のカントリーガールである主役のダニー・トラント役に配役され映画デビューした。バラエティ氏によると記憶に残る感動的な演技と評価され、批評家のロジャー・イーバートは彼女のファーストキスは私がかつて見た映画の中で最も完璧なシーンの一つと語った。この役によりウィザースプームはヤングアーティスト少女優勝に ノミネートされた。同年後期、ダイアン・キートン監督、パトリシア・アークエット主演の映画、ワイルド・フラワーでテレビ映画デビューをした。1992年、テレビ映画、デスパレート・チョイシーズ・2、セーブ・マイ・チャイルドに出演し、重病の少女役を演じた。1993年、CBS のミニシリーズ、リターン・ツー・ロンサム・ダブで、幼妻役を、ディズニー映画、 ラストウィンド、少年たちは砂漠を越えたで、ノニー・パーカー役を、みんな愛してるで、カレン・モリス役を演じ、ヤングアーティスト賞共演女優賞を受賞した。翌1994年、ジェフリー・リーバイ監督の映画、エスリュ w で、ウェンディ・ファイスター役で主演した。1996年、スリラー映画、悪魔の恋人で10代の少女ニコール・ウォーカー役を演じ、後に、 暴力的なサイコパスとなるハンサムなボーイフレンド役のマーク・ウォールバーグと共に主演した。またブラックコメディスリラー、連鎖犯罪、逃げられない女で、キーファー・サザーランド、ブルック・シールズと共に主演した。ウィザースプーンのバネッサ・ラッツ役は、ロサンゼルスに住む貧しい少女で、ストックトンに住む祖母を訪ねる途中シリアルキラーに遭遇する。この映画は出版業界から好評を得た。 サンフランシスコクロニクルがのみのミック・ラセルは、ウィザースプーンは魅力的で、感高いテキサス州なまりで、間に迫っていたと語った。コニャック系撮影画祭で女優賞を受賞し、躍進的な女優の地位を確立した。ウィザースプーンはこのスリラー映画の制作の過程で、映画であるということを超えて、死ぬほど怖い思いをしたと語った。1997年、 ライアン・フィリップとの時間を大切にするため休養した。1998年、恋のから騒ぎ、カラー・オブ・ハートとアイライト葬られた過去の3本の映画で復帰した。カラー・オブ・ハートでは1990年代から1950年代のテレビドラマの舞台に紛れ込んでしまう兄弟として、トビー・マグワイアと共に主演した。ウィザースプーンは、外見、交友関係、 人気ばかりを気にする妹ジェニファー役を演じた。この演技は好評で、ヤングハリウッド少女優賞を受賞した。映画監督のゲイリー・イロスは、この頃からウィザースプーンは将来、大物女優になると予見していた。1999年、スリラードラマ映画、完全犯罪でアレッサンドロ・ニボラと共に主演した。ウィザースプーンは、恋人ニックと共に寂れた。 小さな町から逃げようとする、リサ役を演じた。同年、ドラマ映画、クルーエル・インテンションズで、サラ・ミシェル・ゲラーとライアン・フィリップと共に主演した。この作品は18世紀のフランスの小説、危険な関係を現代に置き換えたものである。サンフランシスコ・クロニクル紙は、ウィザースプーンのアネット・ハーグローブ役の演技を称賛し、ウィザースプーンは、このような派手でない役がとてもよく、 小悪魔的表情をうまく作ると記した。ウィザースプーンはこの映画のサウンドトラックのマーシープレイグラウンドのミュージックビデオにも出演した。その後、トム・ペロッタの1998年の小説、エレクションの映画化、ハイスクール白書優等生ギャルに気をつけろ。で、マシューブロデリックと共に主演した。意欲的で頑張り屋のトレーシー・フリック役を演じ、多くの批評的賞賛を得て、 全米批評家協会賞とオンライン映画批評家協会から主演女優賞を受賞しゴールデングローブ賞に初めてノミネートされたほかインディペンデントスピリット賞にもノミネートされ注目を集めた。またプレミア史が選ぶ100グレイテストフィルムパフォーマンセズオブオールタイムにランクインした。アレクサンダー・ペイン監督は男性にとっては魅力的で 女性にとっては友達になりたいタイプ。ただしそれは単なる基礎である。彼女のように魅力とコミカルさを兼ね備えた人はいない。彼女は何でもできると語った。ハイスクール白書での成功にかかわらず、ウィザースプーンは役がハマりすぎて、次の仕事がなかなか見つからなかったとインタビューにて記した。ウィザースプーンは、私が演じた役はとても極端で、 それが演技ではなく私自身だと考える人もいる。私はいくつでもオーディションを受けるつもりだったし、なぜ私が雇われなかったかをじっくり考える。興行収入女優の座を降りるつもりはなかったけれど、そうは考えなかった人もいると分析した。2000年、アメリカンサイコで助演し、リトル・ニッキーで亀を出演した。また、フレンズ第6シーズンで、レイチェル・グリーンの妹ジル役で、 ゲスト出演した。翌2001年、アニメ映画、白鳥、類の夢見るトランペットで、セリーナ役の声を担当した。2001年の映画、キューティブロンドが、大ヒットし、一躍トップスターの座を掴んだ。続編も制作され、ラブコメの女王と評されるようになる。ウィザースプーンにとってこの映画が、ターニングポイントとなった。ファッションマーチャンダイジングを学んでいるが、 ハーバードロースクールに進学するボーイフレンドを追って法学生になることを決心する主役エル・ウッズ役を演じた。ウィザースプーンはこの役についてこの脚本を読んだ時彼女はビバリーヒルズ出身で裕福でソロリティにいる素敵なボーイフレンドがいるけど振られる。誰が気にする私も彼女が嫌いだわと思ったけれど実際は憎めないタイプの人と語った。 キューティブロンドは、工業収入の上でヒットし、アメリカ国内だけで9600万ドルを上げた。ウィザースプーンの演技は批評家の賞賛を得て、メディアは、第二のメグライアンと言及するようになった。ロジャー・イーバートは、ウィザースプーンは、快活さと頭の回転の良さを兼ね備え、難なくこの役に命を吹き込んだと語り、サロンドットコムは、ウィザースプーンは、 L 役のキャラクターを美しく表現していると記した。また、シアトルポスト・インテリジェンサーは、ウィザースプーンは、才能ある、コメディ女優であり、ただ登場するだけでそのシーンが、活気づき、ほぼ単独でこの映画を作り上げていると記した。この演技により、ウィザースプーンは2回目の、ゴールデングローブ賞主演女優賞ノミネートを受け、MTV ムービーアワードコメディ演技賞を受賞した。 2002年、キューティブロンドの成功後、ウィザースプームは、ザ・シンプソンズのエピソード、ザ・バート・ウォンツ・ホワット・イット・ウォンツの、グレタ・ウォルフ・キャッスル役など様々な役を演じ、オスカー・ワイルドの戯曲の映画化、アーネスト式プロポーズのセシリー役で、ティーン・チョイス・アワードにノミネートされた。同年後期、アンディ・テナント監督の、メラニーは行く。で、ジョシュ・ルーカス、 パトリック・デンプシーと共に主演した。ニューヨークの政治家と結婚目前だが、幼馴染であった7年間別居中の夫と離婚するため、アラバマ州に戻らなければいけない若いファッションデザイナーのメラニー・カーマイケル役を演じた。ウィザースプーンはこの役を演じる上で、ナッシュビルからロサンゼルスに転居した経験を思い起こした。この映画は、初週興行収入3500万ドル。 全米興行収入1億2700万ドルを上げ、ウィザースプーンにとってこの時点で最大のヒットとなった。商業的成功にかかわらず、批評家からの評価は低かった。マイアミヘラルド紙は、ありきたりの退屈な予測可能なロマンティック、コメディと印、メディアはウィザースプーンが主演ということだけでヒットしたと、報じた。クリスチャンサイエンスモニター紙は、ウィザースプーンは、映画の、 主な魅力ではなく、映画の唯一の魅力と記した。2003年、キューティブロンドの成功を追い、続編、キューティブロンド、ハッピーマックスに主演した。エル・ウッズはハーバードを卒業し、化粧品業界の科学実験から動物を守る、弁護士となる決心をする。この続編は前作ほど成功せず、否定的な評価が多かった。USA Today 紙は、だらだらとつまらない。 困惑するような話としたが、ウィザースプーンは今回も愛すべき能あるブロンド役で素晴らしい演技をしたが、彼女の一流のコメディ演技はつまらない筋書きで無駄になったと記した。サロンドットコムは前作の良さをすべてぶち壊したと記した。批評家からの批判に関わらず、この続編は最初の5日間に、 アメリカ国内のみで3900万ドルを上げ、最終的に全米で9000万ドルを上げた。ウィザースプーンのこの映画の出演料は1500万ドルで、2002年から2010年のハリウッドの高額出演女優の一人となった。2004年19世紀の古典小説、巨影の死の映画化でミーラー・ナール監督の悪女に主演した。ウィザースプーンは、 冷国で社会の地位を確立しようとする貧しい女性、ベッキー・シャープ役を演じた。撮影時、第2子妊娠中だったため、腹部を隠す衣装を着用していた。ウィザースプーンは、この妊娠は、女優業の妨げではなく、シャープ役のキャラクターを演じる手助けとなったとした。妊娠がもたらす輝き、この体型胸が好き、これらが演技をする上で、 多くのことをもたらしてくれると語った。この映画及び、ウィザースプーンの演技は好評で、ハリウッドリポーター氏は、この映画の出演者は優秀である。下品になりがちなこの役を、ウィザースプーンは快活に演じたことにより、魅力的になったと記した。シャーロット・オブザーバー紙は、鋭さをソフトに包み込んだ、素晴らしい演技を記し、ロサンゼルスタイムズ紙は、 ウィザースプーンはこの役を演じるために生まれてきたと評した。2004年後期、ウィザースプーンはロマンティックコメディ、恋人はゴーストにマーク・ラファロと共に主演した。ブラインドデートに向かう途中交通事故にアイコン水状態となる意欲的ないし、エリザベス・マスター・ソン役を演じた。エリザベスの魂はかつて本当の愛を見つけた古いアパートに戻る。2005年、 トロント国際映画祭でのウォーク・ザ・ライン・プレミア上映にて同年初頭、映画ウォーク・ザ・ライン、君に続く道でカントリー歌手を呼び作曲家、ジョニー・キャッシュの2番目の妻、ジューン、カーター・キャッシュ役に選ばれた。ウィザースプーンは悪女撮影中にカーター・キャッシュが亡くなったために本人に会うことはできなかった。映画の中でウィザースプーン本人の声で撮影され、実際に 観客役を前にして歌わなければならず、ライブを行うことをとても恐れて弁護士にこの映画の契約を切りたいと頼んだほどであった。後のインタビューにて、この件について人前で歌ったことなどなく、この役で最も挑戦的なことだったと語った。役が決まってからの6ヶ月間、この役での歌い方を学ばなければならなかった。ウィザースプーンが演じた、 カーター・キャッシュは批評家から賞賛を受け、ロバート・イーバートは、ウィザースプーンの演技は映画に無限の力を与えたと記した。ウィザースプーンは、ゴールデングローブ賞、映画俳優組合、英国映画テレビ芸術、アカデミー、アカデミー賞などにおいて、主演女優賞を受賞し、名実ともにハリウッドのトップスターになった。映画業界で、批評的に成功しただけでなく、 ウィザースプーン及び共演者のホワキン・フェニックスは CMT ミュージックアワードからコラボレートビデオ賞にノミネートされた。ウィザースプーンはこの映画への情熱についてなかなか深入りできない実際の婚姻関係、実際の人間関係を描いたこの映画に関わることができて嬉しい。そしてこの映画は問題の簡単な解決法だけでなく長期間にわたる思いを描いていると語った。 ウィザースプーンは、カーター・キャッシュについて、この時代において、とても進んだ女性だったと考えており、二回結婚と離婚を繰り返し、父親の違う子を二人産み、とても有名なミュージシャンたちと一台の車で、コンサートツアーに出るような、1950年代には、受け入れがたい女性であった。社会慣習に従うような性格ではなかったことが、 彼女をとてもモダンな女性にしたのだと思うと語った。オスカー受賞後の最初の役は、現代のおとぎ話、ペネロピで家計の呪いのかかったペネロピの親友、アニー役であった。ウィザスプーンは、女優業だけでなく、タイプ、A フィルムズという制作会社の経営業にも関わっており、制作、プロデュースを行っている。この映画は、ウォークザラインでオスカーを獲得した。 直後の2006年3月からタイプ A フィルムズによりプロデュースされて撮影が開始した。2006年、トロント国際映画祭でプレミア上映されたが、正式公開は2回延期されて、最終的に2008年2月に公開された。ウォークザラインの批評的成功後数年間、ウィザースプームはキャリアの低迷期を迎えた。2014年12月のインタビューで、 2006年10月に最初の夫と別居してその後離婚したことが原因であると考え数年は気分を上げることだけ考えた脳がスクランブルエッグのような気分の時にクリエイティブなことなんてできないと語ったまた作品を情熱的に作り上げることができなかったただ淡々と仕事をするだけ私の公開作品に観客が何も反応しないのは 明らかだったと語った。この時期の作品には2006年11月のレンディションがある。テロ容疑者の妊娠中のツマイザベラフィールズエル・イブラヒミ役を演じた。ウィザースプーンにとって2005年のウォーク・ザ・ライン以降初めての劇場公開作品として2007年10月に公開された。この映画の評価はほとんど低く、トロント国際映画祭でも一般的に期待外れとされた。 ウィザースプーンの演技にも批判され、USA トゥデ a ガミは、ウィザースプーンは驚くほど正気がなかったとし、ウィザースプーンはいつも活気があって役に魂を入れ込むが、この映画では抑制されていたと記した。2011年5月、恋人たちのパレードプレミア上映にて2007年12月、離婚した両親4人それぞれの家族をクリスマス当日に訪れようとするカップルを、 ビンス・ボーンと共に演じた、ホリデーコメディー、ホー・クリスマスの撮影が始まり、2008年11月に公開された。批評家からは、まずまずの評価であったが、興行収入の上で成功し、アメリカ国内で1億2000万ドル以上、世界的に1億5700万ドルを上げた。 2009年3月公開のドリームワークスによるモンスター VS エイリアンで主役のスーザン・マーフィ役の声を担当しキューティブロンドのスピンオフで双子のカメリア・ロッソとレベッカ・ロッソが主演するキューティブロンドさんのプロデュースに参加したしかし2008年のホークリスマス以降2年間スクリーンに登場していなかったエンターテインメントウィークリーン誌で 予期せぬ休養とし単に好みの脚本がなかっただけ。ロボットに関する対策映画は本当にたくさんあったけれど、34歳の女性が演じる役はなかった、と語った。2010年から2012年まで3本の映画に出演したが、いずれも2人の男性に挟まれる三角関係の映画であった。2012年の MTV のインタビューでウィザースプームは、 三角関係時代と冗談で言及した。三角関係映画一作目は、ジェームズ・エルブルックスによるロマンティックコメディ、幸せの始まりは、で、野球のスター選手のボーイフレンドと知能犯罪の容疑がかかっている事業経営者との間で揺れ動く、元全米ソフトボール選手役であった。2009年の夏から秋にかけて、フィラデルフィアやワシントン DC で撮影され、 2010年12月17日に公開された。この映画は、批評的にも、商業的にも失敗した。1億以上の制作費でありながら、初週760万ドルしか上げられず、ロサンゼルスタイムズは、今年最大の失敗作と報じた。批評家からの評判はほとんど低く、2010年12月、現在ロッテントマトズでは111レビューで35%の、 満足度であった。二作目は1930年代のサーカスドラマの映画化恋人たちのパレードである。2010年3月、この映画のマーリナ役のためサーカスでトレーニングを始めた。短期な夫との結婚生活に悩むグラマラスなパフォーマーであるマーリナはサーカスの新しい順位に惹かれていく。2010年5月下旬から8月までテネシー州、ジョージア州、 カリフォルニア州で撮影され、2011年4月22日に公開された。評価は賛否両論だったが、まずまずの興行収入であった。2010年9月、3本目となるマック・ジー監督の20世紀フォックスのスパイコメディ、ブラックホワイト、ブラックホワイトをバンクーバーにて撮影開始した。クリス・パインとトム・ハーデ演じる。 親友たちと三角関係に陥る。バレンタインデーに先行上映され、2012年2月17日に正式に公開された。批評家から酷評され、ロッテントマトズの満足度も25%であった。興行収入も初週1760万ドルで、第5位と振るわなかった。ニューヨークタイムズは、オスカー女優、ウィザースプーンの興行収入に冷たい嵐が吹き荒れた。 と記した。2012年、カンヌ映画祭のマット・マットマイナスプレミア上映にて、以降の映画は三角関係からかけ離れたものとなっていった。2011年9月、ブラックホワイト撮影開始から1年後、アーカンソー州で行われたジェフ・ニコルズによる数年にわたるドラマ映画マット・マットマイナスの撮影に参加した。 地元の少年二人の助けで逃げる逃亡者と再燃する元ガールフレンドのジュニパー役を演じた。2012年5月、第65回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門でプレミア上映されたが最高賞パルムドールは逃した。2013年1月19日、サンダンス映画祭でアメリカ初上映となり、4月26日に北米の限られた劇場で、 限定公開された。次の作品は、実際に起こったウェスト・メンフィスさんを元にしたマーラ、レバリット作、悪魔の結び目の映画化で、アトムエゴヤン監督のデビルズ・ノットであった。マットと同様に、アーカンソー州で撮影が行われた。殺人容疑のかかった3人の少年のうち1人の、母親であるパム・ホブス役を演じた。 インタビューによると、エゴヤン監督はこのキャスティングについて、感情的な演技を必要としていて、ウィザースプーンに愛情を時間かけて話し合った結果、ウィザースプーンはこの役への挑戦を絶望したと語った。2012年6月から7月にかけて、ジョージア州で撮影が行われた。撮影中、ウィザースプーンは、第三子を妊娠中であった。2013年9月8日、 トロント国際映画祭にてワールドプレミアが行われた。2014年5月9日限られた映画館で限定公開された。2013年4月カナダのフィリップ・ハラルド監督によるグッドライ一番優しい嘘の制作がジョージア州アトランタで開始された。実際に起こったスーダンのロストボーイズを元にした宝くじの賞金で スーダンの4人の若い難民を助け、アメリカに移住させる、気の強い、アメリカ人女性役を演じた。2014年10月3日に公開された。2013年夏、カリフォルニア州パサデナにて、トマス・ピンチョーンの小説、L.A. バイスの映画化、インヒアレント・バイスの撮影が行われた。ウィザースプーンは、ギリアン・フリンの小説、ゴーン・ガールの映画化、ゴーン・ガールに出演せず、 自身のプロダクション会社パシフィック・スタンダードが制作した。ウィザースプーンと仕事上のパートナーはデビット・フィンチャー監督の映画ゴーン・ガールに少しだけ関わり、ゴーン・ガールと同じ撮影開始日にパシフィック・スタンダードはシェリル・ストレードの体験記の映画化、私に会うまでの1600キロの制作を開始した。ウィザースプーンはこの作品で、 パシフィッククレストトレイルの1000マイルを歩いたストレードの役を演じて主演した。2014年12月に公開されて評論家の賞賛を得て、シカゴトリビューンのマイケル・フィリップスは、ウィザースプーンのキャリアの中でも抑えた演技だが、それが効果的となっている作品である。粛々と絶え間なく、ストレードの絶望、苦悩、情熱、楽観を表現していると記した。 この映画はスランプからの復帰作として宣伝され、2度目のアカデミー賞ノミネートとなった。2014年5月、ルイジアナ州にてコメディ映画、キューティコップの撮影が開始された。ウィザースプーンは麻薬密売組織のボスの未亡人を守ろうとする警察官役を演じた。2015年5月8日に公開され、一般的に不評であり、工業収入も振るわなかった。 2015年1月、ハイスクール白書のペイン監督とマット・デーモン主演、ダウンサイズで、再びコラボレーションする予定だったが、後に降板した。2012年1月、第69回ゴールデングローブ賞、受賞式ウィザースプーンはかつてプロダクション会社タイプ、A フィルムズを所有していた。メディアによるとこの名は、子供の頃のあだ名、リトルミスタイプ A から来ているとされる。 インタビューしにおいてウィザースプームは私自身にちなんで名付けられたと考える人が多い。確かに7歳で A 型行動形式、B 型行動形式の違いなどの複雑な医学用語を理解していたので家族から冗談でそのようなあだ名がついた。でも私は単にドッグフードフィルムズやホークなどと名付けたかったと語った。2012年3月。 プロデューサーのブルーナパパンドリアのメイクムービーズバナーとタイプ A フィルムズが合併し新たなプロダクション会社であるパシフィックスタンダードとなった2013年マイケル・ブーブレのアルバム 2BE Loved の中でフランク・シナトラとナンシー・シナトラのデュエット恋の一言をカバーした2014年3月 アンドレア・ハイドが社長を務めるライフスタイル会社 C ワンナーの設立に関わっていたと報じられた。2015年5月、アメリカ南部の文化に影響を受けたファッション、アクセサリー、インテリアのブランドとなるドレーパー・ジェームズを開始した。ウィザースプーンに多大なる影響を与えた祖父母のドロシア・ドレーパーとウィリアム・ジェームズ・ウィザースプーンにちなんで名付けられた。 商品は社内でデザイン及び製造され、オンライン注文の上で直接顧客に届けられることになった。さらに2015年秋、ウィザースプーンの地元テネシー州ナッシュビルにレンガとモルタルでできた店舗が開業した。ウィザースプーンは子供や女性の養護組織に積極的に関わっている。長期間、ウィザースプーンは世界中の子供の教育、健康、 救急救命を供給する組織セーブザ・チルドレンを支援している。また子供の支援、研究グループの自動支援基金の役員を務めている。2006年、ハリケーン・カトリーナ被害者の要望を周知するための自動支援基金のプロジェクトの一環で、ルイジアーナ州ニューオリンズに他の女優たちと共に向かった。現地の子供たちと会って話をし、ニューオリンズ初のフリーダムスクールの開校を支援した。 ウィザースプーンはこの時のことに関して忘れられない経験となったと語った。2007年、ウィザースプーンは化粧ブランドであるエイボンのグローバル、アンバサダーとして複数年契約をし、世界的に認知されるようになった。エイボンのスポークウーマンとして活動し、乳がん研究や家庭内暴力からの保護など、女性支援に焦点を当てたチャリティ組織であるエイボン基金の名誉会長を務めている。 また、化粧品開発に参加し、コマーシャルにも登場している。英文基金に関わることについて、女性として、母として、常に、世界中の女性や子供が健やかでいることを深く気に、している。私は、変化をもたらす機会を常に探していると語った。2005年、ウォーク・ザ・ラインプレミア上映にて2001年9月29日、ニューヨークで、アメリカ同時多発テロが起こった。 直後のサタデーナイトライブで司会を務めた。2005年ティーンピープル氏において最もパワフルな若いハリウッド俳優の第5位にランクインした。2006年タイム100のリストに入りウィザースプーンの紹介記事はキューティブロンドで共演したルーク・ウィルソンが担当した。同年 FHM 氏の読者が選ぶ世界で最もセクシーな女性100人に選ばれた。 ウィザースプーンは、ホーブス氏による、セレブリティ100人において2006年に第75位、2007年に第80位となった。ホーブス氏はさらに、信頼できるセレブリティのトップ10に、ウィザースプーンを選んだ。キアワールド氏は、成し遂げた女性エンターテイナーに、ウィザースプーンを加えた。2006年、スター氏はウィザースプーンが、第三子妊娠中であるという記事を掲載したとして、 ウィザースプーンはロサンゼルス最高裁判所にこの雑誌の親会社のアメリカンメディア社をプライバシー侵害で訴えた。これから撮影しようとする映画のプロデューサーに妊娠を隠していると疑われ、ウィザースプーンの評判を落とす者として損害賠償を求めた。2007年ゴールデングローブ賞受賞式で着用した黄色のドレスは広く称賛され、ピープル氏及びテレビ番組、 アクセスハリウッドでこの年のベストドレッサーの一人に選ばれた。同年 E ポールマーケットリサーチにより最も好感度の高い女性セレブリティに選ばれた。同年出演料が映画一作につき1500万ドルから2000万ドルでアメリカの映画界で最も高額出演料の女優となった。近年の興行収入の低迷によりこの地位に変化が起き、 2011年から2013年、ハリウッドで、興行収入に対して出演料が高すぎる俳優の一人となった。2011年4月、ピープル氏の第22回最も美しい人で、第3位にランクインするなど、これまで、ピープル氏の最も美しい100人に4回入った。2010年12月1日、 ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームのハリウッド通り6262番に星を埋め込まれた。1997年3月の21歳の誕生パーティーでライアン・フィリップと出会った。1999年公開の映画クルーエル・インテンションズで共演し、1998年12月に婚約し、1999年6月5日に、 サウスカロライナ州チャールストン近くのオールドワイドアウェイクプランテーションで結婚した。同年9月に長女エイバを2003年10月には長男ディーコンを出産した。2006年10月別居中であることが発表された。翌11月には会社が大不和により離婚申請を出した。ウィザースプーンは子供について法的な共同親権及び親情看護、 フィリップの面会権を求めた。婚前契約はなかったため、カリフォルニア州法に則り、全財産を半分にすることとなったため、ウィザースプーンが損をする形になった。ウィザースプーンはフィリップに離婚後の生活費を求めず、フィリップもこれに異議を唱えなかった。2007年5月15日、フィリップも子供の共同心情看護を求めた。2007年10月5日に、 ロサンゼルス最高裁判所により正式に離婚した。2007年を通してメディアにおいてレンディションで共演したジェイク・ジレンホールと交際しているのではないかと報じられた。10月のフィリップとの正式離婚後、イタリアのローマで共にバケーションするところをパパラッチされ、交際はよりオープンになっていった。2009年12月に破局したと報じられた。2010年2月上旬に ウィザースプーンが顧客となっているタレントエージェントのクリエイティブアーティストエージェンシー映画部門の共同部長ジムトスと交際を始めたと報じられた。2010年12月、婚約を発表し、2011年3月26日、ウィザースプーンのカントリー風屋敷であるカリフォルニア州オーハイにあるライベインチで再婚した。2012年9月27日に、 ウィザースプーンにとっての次男テネシー・ジェームズ・トスを出産した。カリフォルニア州ビバリーヒルズにある米国聖公会に通っている。ジョージア州アトランタでグッドライ撮影期間中の2013年4月19日、早朝、ピーチツリー通りの二重線を越えだ後運転をしていたとしてウィザースプーンとトスはパトカーに止められた。運転していた夫であるトスが、 血中アルコール濃度が0.139で飲酒運転及び境界線を越えたことにより逮捕された。ウィザースプーンも車内に残るようにとの警官の命令に従わず本物の警官と信じず文句を言い自分のことを誰がわかっているのかと怒鳴り治安便乱行為で逮捕されてしまった。同日午前3時半に二人は釈放された。 4月21日のマットニューヨークプレミア上映に出席し、同日夜に謝罪を表明し、明らかに飲みすぎで自分が言ったことを深く恥じています。自分の仕事をこなした警察官に失礼なことを言ってしまいました。警察官には尊敬以外のものはなく、私のした行動は本当に反省していますと語った。5月2日、ウィザースプーンの弁護士とト,トスは出廷し、40時間の 地域奉仕活動、アルコール講座の受講、1年間の保護観察処分の有罪となった。ウィザースプーンは意議を唱えず、罰金213ドルが課せられた。ありがとうございます。